マルネウリは、ジョージア南部のクベモカルトリ州に位置する小都市。マルネウリ地区の中心都市。アゼルバイジャン及びアルメニアと国境を接している。2014年の国勢調査による人口は2万211人であった。マルネウリは、ロムタゴラマルネウリ、エクレシ、チャンダサンダリ、サルバニの村が統一したことにより成立した大規模な集落である。最も古い集落は、 13期の文献で、言及のあった、ロムタゴラであり、アルゲティ川の右岸に、巨石の城郭を複数築いた。主要な役割として機能する城があり、交通の要衝であった。巨石時代の城郭要塞や、初期の封建制度の境界の遺跡は、現在もマルネウリの地域に保存されている。17世紀になると、サファビー町のアパース一世が、 先住のジョージア人に代わり、ボルチャルのトルクメイン族を入植させ、後にボルチャロと改名された。1947年、集落の名称は古来のジョージアでの古称であるマルネブリに戻された。なお1947年から1952年まではサルバンとも呼ばれ、この古称はいくつかの文書、資料において現在も使用されている。マルネブリの集落は、 1964年に地に昇格した。今日のマルネウリには、ジョージアの空軍基地が置かれている。2008年8月8日、南オセチア紛争にて爆撃を受け、報道によると死者4人、負傷者5人を出した。マルネウリ平原の中央、アルゲティ川沿いに位置する。気候は温暖であり、夏は暑く、冬はやや寒い。年平均気温は摂氏12度であり、 1>, 1月の平均気温は摂氏0度、7月の平均気温は摂氏23.9度である。最低気温記録は摂氏25度、最高気温記録は摂氏40度。年間降水量は500ミリメートルである。マルネウリのイマームイコールアリーモスクマルネウリには、トびりし国立大学の分校が一校と、2008年に開学したヘイダルアディエフ。 ジョージア・アゼルバイジャン人文大学がある。ありがとうございます。